くよ、いくよ。3、2、1、キュー！ひだまりラジオ！その調子！ハニカムシューティングドキドキが始まるよ。始まりました、ひだまりラジオハニカム。201号室から来ました、ゆの役のあすみかなです。はい、かわいい美大から来ました、いさお役の中原舞です。かわいい美大から来ました。いやもうなんかオープニングから、はい、後輩ちゃんがかわいくてかわいくて、後輩ちゃん、ありがとうございます。今日の服装も素敵だなって。わ、いや、あの全然あのベロンベロンのやつ着てきてありがとうございます。ナチュラルだなって。ああ、ナチュラル、良い風に。ありがとうございます。中原さん、初ひだまりラジオへようこそですね。はい、そうなんです。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。本当にずっとずっとね、後輩ちゃんと一緒にラジオ二人でやりたいなって思ってたから、はい、私、すっごく嬉しい。あ、そんなにですか？はい。あれ、初耳ですけども、ありがとうございます。そこは、そうですね、今だから言いますけれども、実はですね、星3つの時、ひだまりラジオ、星3つのラジオの時にゲストにお呼びする予定はありましたが、いろいろとスケジュールが合わずで、今回やっとこさ、3年待ちまして、中原舞さんです。3年？はぁ、3年も待っていただいて、ありがとうございます。とんでもございません。ようやくでございます。ようやくですか。そうなんです。有沢先輩がね、アニメ終わっちゃいましたけども、3期に引き続き、がっつり、有沢先輩出番ありまして。で、そう、ハニカムの方は全地域でもう放送終了しております。あ、そうなんだね。そうなんです。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。アフレコの時もすごいなんかみんなキャイキャイしてて、女子ばっかですもんね、基本。うん、ですよね、うんうん、ゲストで久々で有沢先輩出ましたけども、有沢の有沙ですもんね。そう、有沢の有沙。あん時噛んだ後輩ちゃんめっちゃ可愛かったよ。え、あ、言うのだけどね、噛んだのは。あの有沙のやつですね。そう、有沙のやつ。なんかすごい可愛い可愛い言われちゃう。完璧だもん、なんか。もう29歳なんですけど、いいんですかね。全然ですよ。だって私より後輩ちゃんですから。あ、確かに後輩ちゃん。うんうん、あ、先輩ちゃん、あ、後輩ちゃん。先輩ちゃん、後輩ちゃん。先輩ちゃんって呼んでもいいよ。いや、嫌です。ちょっと、そう。いや、そこはちょっとすいません、お断りしたい。全然いいんだけどな。いや、あ、でも私、やっぱ事務所が違うとダメ？私は松木さんのことを先輩ちゃんと呼ぶかと言ったら呼ばないですね。じゃあ事務所を超えて、あ、事務所を超えたからこその先輩ちゃん、うんうんうん、先輩ちゃんでどうかな。先輩ちゃんっていうのはそもそも先輩に向かってちゃん付けしてるってことですよね。でもさ、ほら、ジャニーズの方とかってくん付けでしょ。あー、東くん、あ、違う、さんは3なのかな。あ、不思議だね。そうですね、うんうん。あー、こういちくん、こういちくんって言ってる。マッチさん、マッチさんはマッチさんなんだ。そうか、マッチくんそっか、うん、だから先輩ちゃんでいいよ。先輩ちゃん、うんうん、いや、嫌です。引っ張り断るところも素敵だね。あ、そこも、そこすらも。さて、ひだまりスケッチは単行本が7巻まで絶賛発売中。漫画タイムキララキャラットでも大人気連載中。小さいたい焼きを持ったら意外とちょうどいいサイズだった青木梅先生の漫画です。そうです、よくできました。あ、よいしょ。これたい焼きの話なんですけど、うん、これはオーディオコメンタリーを梅須と一緒に撮った時のお話なんです。梅須と二人で3巻のオーディオコメンタリーを私務めさせていただいております。もう出たの？これが大丈夫？喉ガラッとしてるよ。あまりにちょっとぼんやりしたので、喉すらもぼんやりでした。2月に発売される3巻です。あ、じゃあもうちょっとだ。そうですね。うんうんうん、この小さいたい焼きの差し入れがあったんですけど、うん、う本当になんか可愛いサイズ。男性なら一口で行く場合もあるかな、みたいなやつです。なるほど。それを、梅須が個人の価値観だからね。あ、そうですね。うんうん、それを持ってたら、あ、なんか普通じゃないみたいな。あ、なんかサイズ感がね。そうです。サイズ感がしっくりきてしまった。
そんな青木梅先生の漫画なんです。こういうラジオ番組でいいのかな？はい。割と、こんな感じ。そう、ここに来るまで、はいはい、私、今日の収録昨日決まったんだけど、ペラって来たら、はい、なんかね、ペラッと、ペラッと、1時間なのこれ。まあ、いや、もっとかな。もっとかかるの？え？ちょっとお時間取らせてしまうかもしれないんですけど。まあ、後輩ちゃんとだったら全然いいけど、いや、表情が追いついてないんですけど。しかもね、配信日が明日って、そうなんですよ。そう、みんな、配信日に聞いた人は昨日撮ってたんですよ。なんかタイムリーですね。超タイムリーですね。そうですね。時事ネタ挟んでく？あー、寒い。最近寒いよね、確かに。そうですね。うん。臨場感。今日雨降るかな？なんか降るか降らないかみたいな。昨日は雨降りました。夜遅く降ったんですよ。降ったんだ。そうなんです。へー。そうでした、そうでした。あ、そんなことあったんですか？ニュース、時事ネタに。嘘、嘘、嘘。あ、誰かさんの、お泊りデートが。発覚したばっかり昨日ってことね。まあ、誰かしらお泊りデートはしてられるでしょうしね。そうだよね。そうです、そうです。もうお泊りデートするよ。そっかそっか。あ、そうです。そんなことがあった今日。そして、翌日皆さんが聞いてくださってるはず。そうですね。です。これで証明できたかな。こんな、そうのはずです。で、2巻。うんうん。ひだまりスケッチヘニケムの2巻は。ヘニケムいいよいいよ。ヘニケムいいよ。あ、ありがとうございます。発音褒められちゃった。1月23日に発売になりました。ヒロさんとサエさんのジャケットが目印です。可愛らしいジャケットが今回も描かれております。あらまあ、ほら、あらまあ、紐で縛り合ってるの？これどういう、ほんと、仲良しでーす。あ、つながってるよーみたいな。そうですね。そうだね。そうです。紐で縛り合うぐらい仲良し。表現の仕方、いや素敵だけどね。あ、本当ですか、うんうん、斬新な、あ、これ中身のこのブックレットっていうの？あ、ありがとうございます。これも可愛いですね。ゆのっちとみやちゃんとのりちゃんの。すくみずですね。そうです。そうです、そうです。いいですね、いいですね。みやちゃんだけす、旧すくっていうの？古いやつ。昔ながらの形ですね。ほんとだ。ラインとか入ってない。今でもこののりちゃんのタイプが多いのかな？どうなんですかね。競泳用のね、なんかちょっと水着にも。ぽい感じに。そうですね。うんうん。そんな感じの可愛らしい。ひだまりが詰まった2巻は発売になってます。まあ皆さんもう持ってるでしょうけどね。そうだね。これ聞いてる人は漏れなく持ってるでしょうけどね。持ってない人はきっとここでラジオ止めて買いに行くぐらいあるでしょうけどね。そうだね。もう本当にゴーハちゃんはひだまりのことを愛してるんだね、はいはい。そのあんまり役者さんがその DVD 持ってるよね、買えようみたいな言い方しないもん。あー、もう愛を感じた今すごく。愛がちょっと大きすぎて、うんうん、ちょっと買ってないとかどういうことっていう話をしてしまうんですね。そうだよね。聞き方によってはちょっとトゲトゲしく聞こえちゃうかもしれないですけども、これは愛ゆえなので、ね、きっとね、ひだまらには伝わるはずなんです。この愛の無知が。ひだまら？ひだまらです。あ、みんなひだまらなんだ。ひだまりファンはみんなひだまらですね。なるほど。ごめん、本当に初心者で。そう、初めてですもんね、このラジオね。そうなんですよ。それは、もう、それは仕方のないことです。ちょっとみんなは耳たこかもしれないけど、わ、はい、かんないことがあったら聞いていくので答えていただけますか？あ、もう何でも聞いてください。何でも答え合いましょう。ありがとうございます。大丈夫のはずです。優しいんです。感動的だわ。あ、じゃあそんなに感動してもらえる。じゃあ、始めていきましょう。それでは、81分。ダメだ！後輩ちゃんどうしたの？後輩ちゃんとかじゃないです。え？後輩ちゃんじゃないです！どうしちゃったのかな、後輩ちゃん。どうして、アスミスって呼んでくれないんですか？アスミス？あ、シンタスとかマツキスのスふざけのことかな？あれね、呼べないわ。なんで？柄じゃないじゃん。もともと、ああいうのって向いてないと思うんだよね。中原す。そんなのらしくないよ。正直になりなよ！でも、後輩ちゃんの前では、
いい先輩のままでいたいから。ここまでは陽だまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたしました。この後も引き続き陽だまりラジオハニカムをお楽しみください。私もう子供じゃないもん。どんな中ハラスでも嫌いになったりしないよ。じゃあアスミスって呼んでもいい？いいよ、中ハラス。アスミス。中ハラス。アスミス。ダチャンス。さ、というわけで、中ハラスいらっしゃーい、来ちゃいましたアスミス。中ハラス。中ハラスって初めて言われた。ちょっと長いですね。マツキス、シンタス、中ハラスちょっと美味しそうじゃない？あハラスの、なおかつのハラス、ハラスのね、はいはい、美味しそう。真ん中の美味しそうなあたり、中ハラス、中ハラスすごい、割とちょっといいお値段しちゃうぐらいのやつだ。そうです、そうです。あの中ハラス、川に戻ってきて産卵しちゃう中ハラスにそんな深い意味があったとは。そうだね。改めまして中ハラス、陽だまりラジオへようこそ。アスミス、私が飽きるまでは多分中ハラスで行きます突然忘れるかもしれませんし。すごい、先輩ちゃんって呼べないのに中ハラスって呼べるこの感じがたまらなく素敵よ。そうですね、そういえばそうですね、うん、中ハラスアスミスと二人でこうやってラジオをやるの初めてだから、はい、すごい楽しいです。そうですね、はい、あ、私たちあれです。何です？運命の歯車が今回り始めるやつで共演してました。ですねどれ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 歯車、ちょっと あまりに中二すぎてわかんない。いや、あの、そういう方向のやつです。そういう方向のやつ、ドバーって出るやつです。ドバーって出る、アスミスがヒロインやってたやつだよね。そうです。あれ、でも中ハラスもヒロインでしたよ、あれ。9話あたりでちょっと。あ、そうですそうです。ギボボボボワーってなってるやつ。なってるやつ。はいはいはい。うんうん。覚えてるよ。あれを散々このラジオでネタにしてきました。なんで運命の歯車が回り出すやつ。そうなんです。怒られんじゃない？大丈夫？あの、事実に基づく、あの、ネタの回し方だったんで大丈夫です。嘘はついてないもんね。そうなんです。なるほど。この陽だまりスケッチという番組の、番組紹介の欄で、うんうん、MBS さんのサイトで、うんうん、なぜか、あの、逆になってたんですよね。あー、その、陽だまりと、うん、トリニティソウルが、もう言っちゃってるし。逆になってたんです、その内容紹介が。あ、ちょっと待って笑かすね、それ。でしょ？でしょ？すごい面白いでしょ？面白い。だから、あの、ちょっとここで、大変何度も何度も、ちょっと面白がらせていただいたんですけど。そうか、まあでも、あの、アスミスが両方ね、うん、ヒロインをやってるのは一緒だったからね。そうですね。あの席からやってるんだ、陽だまりって。そうです、そうです。びっくりする。あれよりも、もうちょい前からやってますね。前なんだ。そうなんです、陽だまりスケッチ。7年目です。そうか、7年か。皆様に愛されて7年目でございます。早いもんだね。そうなんですよ、7歳、そうなんです。このラジオ、そんな感じで、ちょっと独特なことが多いので、わからないことは、逐一、はい、私か、周りの係の者に聞いてくださいね。係の者ね。あの、ここにいる係の者、ね。周りとなると、ここ一人しかいませんけどね、こっち側ね。この人に聞いてみてください。わかりました。はい。というわけで、今回は、有沢先輩役の、有沢さん役の、中原す、中原さんが来てくれた。そこはちゃんとやってよ。もう誰が何だか分かんないですね。有沢先輩役の有沢さん役の中原す、中原さんが来てくれましたので、はい、なんとアップルパイが用意されております。ほんとだー、アニラジっぽい。アニラジだね。なんですけども、食べましょう。これしかも、カーディーの食べていいはずで、どうぞどうぞだそうです。いただきます。これ、ミヤネ屋で、なんか紹介されてて。いいアップルパイです。あのミヤネさんが？ミヤネさんが。うわー。
じゃ間違いないな。どんなもの、どんなもの？ゴロゴロですね、アップル。アップル。ほんとだアップルがゴロゴロです。アップルパイだからね。ねえ。大迫力、いただきます。そう、食べながらこのラジオというものをやってしまうよ。ねえ、まだあったかい。なんだって、あ、温めてくださってるんだ。おいしい。ママなになになにママママアスミスが急に動物的なことになってるけど。あ、アキーダフフフフフフフなに、待って。大きい塊が諦めたよね。通じた。大きい塊が入ったんだね。ゴロゴロだから。そうだよ、美味しい。美味しいやつです。本当だ。さすが宮根さんが言うだけある。本当だ。宮根さん間違いないな。ね、一回来てもらったら。ここに。宮根さん来てくれるかな。宮根さんガンガンすっ込んでくれるんじゃない？そっか。あ、うん、そうですね。うん。宮根屋で日だまりも紹介してもらえるかな。そうだよ、そうだよ。ミヤネ屋で。ミヤネ屋、どうですかね？ 5 分くらいもらえば、ミヤネ屋。ミヤネ屋で5分結構、咲きますね。結構咲いていただいて。最初5分からふっかけてみましょうかね。うんうんうん、そしたらね、2、3分はもらえるかもしれないですね。3分もらえるよ。十分かもしれない。その方向で。はい。さあ、こんなアップルパイなんぞ食べながらですね。うんうん。ちょっと、このラジオではあまりない女子会デート風で、お届けしたいと思います。ユノとアリサさん風にね。そうです、うんうん、原作とアニメで見た方皆さんご存知のはずのデート風、女子会デート風あの入ったら、うん、みんなが周りが全部カップルだらけだったラブラブオーラ満載のお店に入っちゃったやつです。入っちゃったやつだよね。まあ、ここは普通にスタジオですけども、うん、でもこの間さ、はい、オーディオコメンタリー撮ったじゃないですか。4巻。そうなんです。4巻のオーディオコメンタリーは私と中原すとマツキス、マツキス、その3人で撮りました。なんか懐かしかった。すごく結構収録は前だった気がするし、ちょっとね開いちゃいますもんね。うんうんうん、みんなでそんな女子会を眺めながらお話をしたんですよね。そうでした、うんうん、マツキスが意外とこう女子会っぽいからな。ほん、あれ違う？私のイメージマツキスはすごいこう、はい、女子っぽいイメージなんだけど。なんだろう、食べてるイメージが女子会カフェとかなんかそういうところでよくおしゃべりはします。私もそういえば、そうなんかね、そういう話をよく聞くから、今日はアスミスとみたいな話だから、誰々とランチは確かによく聞きます。あ、女子会してんだ、すごいなって。お友達多いですよね。多いね。うん、そうそう。アスミスは、はい、女子会的なことはよくするの？こういう女子会あんまり友達いないです。あ、でも日だまりメンバーは割とあのお世話になってる方ですね。松木さんだったり、うんうんうん、りょうこさんだったり、うんうんうん、あとは井口ゆかですね。おー、井口ゆかは一番合います。井口ちゃん、はい、井口ちゃん、井口ちゃん、井口ちゃんとはよく二人でご飯行きます。井口す？あーいや、井口ですねあれは井口じゃないですか。あ、もうそれはいいんだ。そうですね。怖いな、なるほどね。その、デート、女子会デート、うんうん。女子会デートどうですか？じゃあ私、女子会デートは結構。友達いますか？一応います。あー、そっかー。いるかー。いますねー。じゃあ女子会デートやっちゃいますね。女子会デートやっちゃいます。あー。ただなんかこう、可愛くならない。いいんですよね、女子会デートしても話してる内容が、内容というか行く店とか。ああ、え、焼き鳥とか行っちゃうタイプですか？焼き鳥とかも行きたいし、どっちかっていうと、はいはい、あのりょうこちゃんとかと行くと、ああ、楽しいって感じになるかも。飲んだりとか。ああ、うんうん、お酒、そうですよね、お酒どっちも好きだとそうなりますよね。なんかさっき開こうとしてたページは何何？
あの、アリサさんとのデート会です。でもこの時もゴミの話してましたもんね。あ、そうそう。これ、あの、漫画本の原作だよね。そうです、原作。ゴミの話。ゴミ。でも、なんだかんだそんな日常の話してるとなりますよね。なるね。うんうん、確かに。ずっとそんな可愛い話してらんないですよね。あれ私の中のアスミスのイメージがどんどん変わっていく。あれれれれどうしましょうか。いいんだよ。このギャップも今すごい可愛いなって思ってる。ギャップだと、はい、えそうか。じゃあ実は友達がいます。お、いました。はい。実は考えてみたら友達たくさんいるタイプです。なんだろう。目が嘘です。アップルパイ食べよ。アップルパイ食べよ、ね。アップルパイはそのね、あの原作でも出てきましたしね。原作でも、あ、でしたっけ？その話した？ふん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 。ほほほ。これを見ろと。ここに原作が。美味しい。アップルパイ大好き。アップルパイ美味しいよね。ねえ、なんかなんででしょう。めちゃくちゃ砂糖使ってるはずなのに。なんか、果物だから、いっかって思っちゃう。あー、なんかその気持ちすごくよくわかる。料理するアスミス。たまーにします。あ、嘘、毎日のようかのようにします。毎日かのように。もう絶対しなさそうだもん。しないっていう。お菓子は？お菓子作りはハマってた時期もあったかもしれない。おお。最近全然やってないです。お菓子ってさ、自分で作ると、驚愕するよね。はい。すごい衝撃の、あの、なんだろう、いろいろ砂糖だったり、ねえ、バターとかもひどいですしね。ひどい、ま、バターとか、砂糖があるから、お菓子は美味しいんだけど、ねえ、正体を知ってしまった感じしますよね。そうだよね。作っちゃうと、本当に。あの、ぜんざいをね、作ったことがあって、はい。な、お、あずきと同じぐらいの、むしろちょっと上回るぐらいの砂糖が入る。ズワーですよね、あれ。私、おばあちゃん家で作ってるの見て、おばあちゃんが袋からザーって入れてて、おばあちゃんどうしたって思いましたもん、あれ。そうだよね。びっくりした。そう、砂糖とか、調味料って結構、結構な量売りしてるじゃない。ね、こんなにどうやって消費するんだみたいな量で売ってるんですよ。売ってるんだよ。料理だとするとね、ね、なかなか消費できない量。いや、でも、ぜんざい作るとあれ多分2回作ったら砂糖全部使い切っちゃうかもですね。ザーもね。ザーっていくからね。恐ろしい。あんなものを美味しい、ね、美味しいと食べてしまう人間とは。まあいいんじゃない。ダイエットは明日からで的な感じで。明日は永遠に来ないんです。明日は永遠に来ないけど。お、間違いなくアップルパイはうまい。女子トークっぽい。でしょ？女子会っぽい。さすが中原す。アスミスがいるからだよ。あ、そうです。え、そこ乗ってくんだ。私がいるから女子会が成り立つんです。そうですね。うん。超女子ですからね。さて、中原す、うん、あの、オーディオコメンタリーでもお話をしたんですけども、ひだまりスケッチの収録、いかがでしたか？すっごい久しぶりだったんですよ。ですね。前回の収録の方も、うんうん、で、1回目の収録が、はい。それこそもう、何年前だろうっていうくらい。空いちゃいます。多分。はい、うんうん。なので、キャラクターをね、はい。思い出す。まずはね、うん。しかもレギュラーで何回も演じたキャラでもないですしね。そうそうそう。相沢先輩。ゲストキャラ的な立ち位置だから、そうなりますよね。だから、ちょっと緊張したのと、あと、やっぱり、男性ゲストが少ないとか、うんうん、男性のレギュラーが少ない現場だったから、うん、はい。いや、なんか、キャイキャイしてていい現場だったよ。女子会。女子会、もうまさに女子会。そうですね、賑やかですね。賑やか。ノリナズが入ってから、より賑やかになったんです。うん、女の子二人入るからっていうのもあるんですけど、うんうんうん。うんうん、あの、日だまりメインメンバーの中でもあの二人が、なんか、一番キャイキャイ要素を持っていて。そんな感じがした。その、うん、あの、ファッションのこととか、うんうん、あとはその、髪型のこととか、うん、そういう話をしてるのを聞いてて、女子ああ、女子だなーって思った。ザ・女子見習おうって思った。えっ
すごいこう、人のことをさ、すごく褒められる、あの、感じは素晴らしいなって。はぁ、中原さんは女子ですよね。女子ですか？女子です。どういうところが？アスミスから見てどういうところが？髪のキューティクル。キューティクルが？はい、女子です。キューティクルで言うんだったら女子かもしれない。あ、うん、うんうん。キューティクル女子。キューティクル女子だね。女子。イベントの時とか、はいはいはい、結構こう上から照明当たったりするじゃない？ああ、そうですね。それの、あの、楽屋でモニターを見てた、うんうんうん、メイクさんに褒められたこと。キューティクルがすごかったです。ああ、そういう時そうですね。特に目立ちますよね、キューティクル。そうなの。それは嬉しかったですけどね。もう、なんか、はい、いろんな細部にわたって、おしゃれをちゃんとしている女子なイメージです。ありがとう。すっごい褒めて褒めてっていう感じで振ったんだけど、うん、褒められると、ちょっと気まずい。気まずい気まずい。そうですか？オープニングで私は、後輩ちゃんをすごく褒めたんだけど、はい。ちょっと気まずくなかった？いや、すごい嫌です。はっきり言った。ああいうのってね、うん、どう受け止めていいもんなんでしょうね。そうだよね。どうしてる？褒められた時って。自分の心の中で自分を殴ってる。お前、調子なんじゃねえぞっていう。お前、真に受けてんじゃねえぞっていう。お、政治だかんだって、はい。大体そんな感じです、多分。なるほどね、わかる。でもわかるな、すごく。なんか、多分、うんうん、私、割と、その辺、ユノッチと共通点かもしれないんですけど、うん、あの、木に登りやすいタイプなんです。褒められたら？はい、はい。だからこそ、殴りつけるようにしてます。ああ。うん。なるほどね。なんか、すごい、勝手なイメージだけど、はい、上に登って、うんうん、おだてられて木の上に登って、はい、平然といられる人が、すごく羨ましい。ああ。なんか強いな、心がって思う。そうですね。うん。登った上で足踏み外しますからね。怖いよね、あれ怖いよね。あ、うん、さあ、そんな女子トーク。女子トークだったかな。からの、うん、メールめっちゃいただいております。毎回、うん、たくさんいただくんですけどもね、この番組。はい、桃色クローバーがココナッツで今までに言ったこの数くらいいただきました。さあ、では参りましょう。こちらは、ラジオネーム、ごま油。さんからいただきました。はい。こんにちは、あすみさん、おさださん。おさださん。おさださん。さすがだな、おさださん。係のものです。ね。普通のお便りを紹介する際に読み上げる例えを思いつきましたので、メールします。うん。あ、桃色クローバーがココナッツで今まで言ったこの数というのはどうでしょうか。使ってくれたら幸いです。これは、アスミスは分かってるわけじゃなくて言ってたんだね、今。これは、今まではこんなことなかった。今までは、この係のものが勝手に書いてたやつだったはずです。うんうん、でも、それがなんか定番化してきてしまったので、こういうメールが届いたんでしょうね。すごいね。なんか打てば響くリスナーだね。はい、そうですね。響きまくっております。ただね、全然意味が分からない。え？桃色クローバーがココナッツ。はい。で、今まで言った、この数。こうです。分かってないでしょ。はい、あ、おぼろげな。あ、おぼろげな。おぼろげな知識が。あ、なるほど。浅い知識がいっぱいあるんですけど。おぼろげなやつ。こうっていうのがあるんです。こうっていう。あれ確か、あの、前山田さんです。あれ確かそうです。前山田さんのこうのやつです。もういいんです。オッケー。ありがとう。ごま油さん、了解。だほほー、よし。急にだほほーの話もしましょう。だほほー。だほほー、今回、中原さんが、このキービジュアルを書いてくださいました、この番組の。うん。あ、これみんな今見えてるってこと？そうですね。これ聞いてくださってる方はきっともう目にしてるはずです。この日だまりラジオハニカムのキービジュアル、うん、今月は、ダホホーが、
登場しました。これね、はい、あの、すごい、はい、絶対に載せられないぐらい秀逸に似せて書こうと思ったわ。絶対クレーム来るぐらいのものを書いて、はい、日だまりラジオを潰してやろうと思ったんだけど。どうしてそんな、あれ、敵側勢力だった。そんな、中原さん。ちょっとね、思ってたんだけど、乗り込んできた。全然似てない。戦力にならなかった。ならなかった。ごめんね。これだってすごくオリジナリティ溢れる、なんかどっかにいそうなキャラクターですもんね。この、これ何ですか？もみじまんじゅう的なのを食べかけ。違うよ。あれ。これはね、はい、あの、彼の、これ彼。体の一部です。そうですか？はい、体の一部。ほっほっほーって言うじゃん。ダホッホー。ダホッホーって言いましたよね、今。完全にダホホーです。ダホホーですよ。ダホホーオリジナルキャラありがとうございます。では、メール行きましょう。はい。ここから、あ、なんか時間ねえんだそうです。うん、超巻きで行くんだそうです。はい。ラジオネーム、ダンパさんからです。うん。1月20日に行われた日だまりスケッチ、ハニカムトーク&お渡し会に行きました。うん。そう、これ私行ってきたんですけども。なるほど。整理番号が早めだったので、整列が12時半、会場が13時15分と待つのが長く正直疲れましたが、開演の13時半で、ごめんね、なんかほんとごめん。もうマジごめん。ほんと待たせてごめんでした。司会の高橋優馬さんの登場&前説、その後のアスミンの登場で一気に疲れは吹っ飛びました。過去笑い。よかった。笑い飛ばしとけ。会場もった登場で、え登場だけで大盛り上がりで、私もこんな間近でアスミンが見られるとは感無量でした。日だまり12話、振り返りトークもユーマさんとの掛け合いがとても面白く常に笑っていました。また、第9話のタイトル、微笑み返しについての裏話が聞けてとても良かったです。その後の日だまり釣りについてのトークで、まさかのオサダス登場。そう、オサダさん喋ったんです。え、何やる人なのあの人。あの人。日だまつりという大イベントの構成も、うん、入っているので、そのことについてとか。なんかでも全部、なんかぼやっとしてましたけどね。まだ言えることはね。大丈夫、大丈夫だと。なるほどね。ひだ祭りについてまたぼんやりの、書かれてる。言われてる。ぼんやりの構想を話されていました。ひだまりメンバー同士の天下一武道会、楽しみにしてます。まあ武道館だからね。最後の渡し会では、アスミンの前でド緊張してしまい、声が出ず、アスミンから声をかけてくださって本当に嬉しかったです。同じマフラーの色違いを、持っているとのことで、あのマフラーは大切にします。イベント自体が初めてだったので、とても緊張しましたが、とても楽しい時間ありがとうございました。ひだ祭りもチケット取れましたので楽しみにしてます。それでは、なし。これ、女性、26歳。うわー！そう、いた！私と同じマフラー持ってる子、色違いなんですけど、つもいちさとの猫ちゃんマフラーを持ってる子がいた。彼女が送ってきてくれた。ですね。え、ねね、それもそうだけど、気になるんだけど、武道館でイベントを日だまりで？そうです。やるんですか？日だ祭り？ 3 月3日に。3月、あ、日だ祭りだから？そうです。奇跡的にその日が取れたらしく。なんてこったい！ねえ！あれ、やっぱさ、はいはい、武道館って広いから、広いでしょうね。キャストっていっぱい出るんじゃない？あ、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 そうですね。そうだよね。きっと。やっぱこう、歴代のキャラクターとかもいっぱい出てくるんだろうな。あ、あの、パシフィコでやった時は、蝶さんもいらっしゃいましたし。パシフィコ？お、え、お、はい。パシフィコよ、よくはめ。パシフィコ行って、パソフィーコは2010年とかですかね。2010年。結構前なんですよね。あ、武道館3日だっけ ?3 月3日です。あ、スケジュール見とこうか。うん、あー、何かご予定か。ねえ、有沢先輩ももうちょっと出して出して。そうですよね。ねえ。そこは私も思います。ねえ。でも中原須先輩ちゃんは、あの、いろいろ混ぜたけど。お忙しいだろうからなぁ。いやどうなんだろうなぁ。日だまりのためでしたら、私。いやぁ、会場の端っこからちょっと待ったって出て、一生懸命走ってステージに来てくれますか？わ、すごい、いいね、その。どのくらいかかるんでしょうね。駆けつけ、早出しみたいなことだよね。みたいな。お忙しいでしょうから。そうです、そうです。事務所さんに怒られてしまうから。そうですか。ありがとう。方向で検討はさせていただきましょう。なるほど。だったら、ビデオにしましょう。大人、大人の対応。そう
なんですよ。待ち構えているんです、はい、武道館での。その前に、その1月20日に私がイベント、うん、トーク&私会、ひだまりスケッチ的にはこういうタイプのイベントは初だったんじゃないかという珍しいタイプの。そうなんです。アニメイト秋葉原さんで、ちょっとやらせていただいてきたんですけど、うんうんうん、そう、まともなイベントでした。え、ちょっと待ってどういうこと？まともじゃないの？いつも、いつもなんかちょっと映像化できないことをやるんですよ。まあ、今回も映像化はないんですけど、なかったんですけど、うん、ちょっとはっちゃけたことをしたい衝動に駆られるスタッフが多いこの日だまりスケッチなので、なんだか、あ、これ日だまり、なんだ、何のイベントみたいなことが多かったんですけど、今回はちゃんと日だまりの話をしたし、日だまりのポスターを皆様にお渡ししたし。私の知ってるアニメのイベントって全部そうじゃないっけね。あー、多いんじゃないですかね、その方が。例外、例外が日だまりだって。例外な、そんなイベントをやってどうだったんですか？お渡し会はやっぱりなんか皆さんがとっても緊張してくれるじゃないですか。そうだね。なんか申し訳なくなりますよね。どうしたらみんなが緊張しないんだろう。私の存在を、私がなんか変な格好したらいいのかな、みたいな。うん。なんか、あの緊張感は、なんかね、申し訳なるぐらい、な、うん、です。あずみさん、ちょっと噛むとすぐ諦めるよね。もうそうあがいてもね、まあ、しょうもないこともあるんだなっていうのを学んだんです。事実ですからね。そうです。噛んだことはもう消しようがないから、もうそこで諦めて次へ行くんです。次へ。はい。でも、大好きな人が目の前にいると、うん、その人がたとえ恋痛くても、うん、なんか、そっか、うん、ちょっとなんか好きだからもうしょうがないよね。変な着ぐるみとか着ててもダメなんですかね。着ぐるみ、顔隠しちゃえば。ああ、顔隠しちゃえば。うん、そっか、あのユノのあのガンって被るタイプのお面みたいなのつければいいのかな。したら行く分。緊張しないかな。ドンドンってやられますかね。アスミスードンドンって。いや、それもそれで困るんですけど。そうだね、そうだね。でも、あ、あ、急げって言われた。次のメールです。急げってなんだ。本当だよ。皆様ありがとうございました。そして、ひだ祭りお待ちしております。あ、ひだ祭りのメールだ、こちらも、こちらも女性、北海道にお住まいの19歳の方、うん、ラジオネームミヌさんです。ありがとうございます。私はだ、大学2年生でちゃんとしてる。今年はちょっとバイトを頑張ってお金を貯めたので、ちゃんとしてる。思い切って超ひだ祭り第4弾のチケットを先行申し込みし、そしてゲットすることができました。おー、これまでもイベントに行きたいとは思っていたのですが、北海道から出る勇気と金銭的余裕がなかったため行けませんでした、うん、今回初めてひだ祭りに参加できること、あすみさんたちはたくさんのひだまらと一緒にひだまつりまみれになれること、いや、あ、ちょ、間違えた、ひだまりまみれになれることがとても嬉しくて楽しみです。だって19歳の大学2年生がバイトを頑張って北海道から武道館へ。あ、もうなんかそっちメインにしようよ。もうそっちを追いかけるドキュメンタリーとかにしましょう。そうだね、映画が一本撮れちゃうね。ねー、あら、まあありがてー。ほら、女子いっぱいいるから、女子恐れずに武道館にいらしてね。そうだよ、きっと、うんうん、暖かいと思うよ、東京の方が。あ、そうですね。うんうんうん。人の温度とかそういう話かごめん。ひだまらあったかいよみたいな話かと思いました。それを最終的に言おうとしてた、伝わっててよかった。ちょっと前振りでしたね。そう、あ、ごめんなさい、先走ってしまいましたね。こちらは残念、男子からです。残念じゃない。残念って言わない。ラジオネームといちさんからです。たった今遅ればせながら超ひだ祭り第4弾への参加が決定いたしました。沖縄に住んでいるため、アニメイベントへの、人の温度とかじゃなくて、ごめん、先走っちゃいましたね。アニメイベントへの参加は初めてとなります。今から胸の高鳴りが抑えきれません。ステージで光り輝く皆さんの姿を楽しみにしつつ、キューティクル輝かさに、私もちょっとトリートメント言っとこう。2013年初頭を生き抜きたいと思います。では、ということで、北海道から沖縄から、すごいね。全国から猛者たちが集結して、やっぱりやることといえば天界地無料会ですよね。そうだね、全国からですもん。
ありとあらゆるひだまらーたちが。そうなんです。性別年齢超えてね。すごいな、面白いな、客席。いや、きっと、うんうん、沖縄よりも熱い空間が待ってますね。おー世界世界イエーイここでしたね。これでした。そっか、これに持ってくるための伏線だったんだ。そうなんですよ。私がちょっとね、こういうせっかちさんなもので。いや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 。ですよ、熱いですよ難しかったな。じゃあ、続きまして。うんうん。こちら。うん。あー、残念報告です。なんだ。こちら女性17歳。ピッチピチの17歳のマイマイさんからです。うん、マイマイさん。あらー、親近感湧くー。マイマイさん、17歳マイマイさん。はいはいはい。超ひだ祭り、チケット取れなかったよ。でも、ラジオでいろんな人の感想を聞けるのを楽しみにしています。皆さんイベント頑張ってください。17歳取れなかったって。でもどこの人？栃木の17歳。そっか。すごいですね。でも、来てくれる女子もいっぱい。来れなかった女子もいっぱい。そうだね。もちろん男子もわんさかです。取れなかった報告もたくさん来てたんですって。うわ、私、武道館だから、うんうん、絶対余るだろうと思ってたんです。8000人か1万ですからね。そうなんですよ、ね。で、だからスケジュールとお金の都合だけつけて、来てくださいねってみんなに散々言ってたんですけど、結局なんか、すぐ売り切れちゃったみたいで。そうなんだ。そうなんですよね。なんか、ごめんね。みんななんか、ちょっと、予想外だったんですよ。ごめんね、ありがとう。これパッケージにならないの？ならないです。あ、ならないか。武道館。そっか、じゃあ、ラジオで逐一報告だね。そうですね。まあ、こんな感じのラジオなんで、まともな報告ができるかどうかはちょっと自信がないですけど。こちらも残念報告。うん、ラジオネーム、ぼーちゃんです。Yes, アスミス。ゲストの方もいらっしゃったら ?Yes, アスミス。Yes. ちゃんと言えたから、よし1月19日は超ひだ祭り第4弾の一般チケット販売日でした、うん。いつも土日はぐーたらしている僕もこの日だけは早起きしてチケット販売の10時までパソコンで全裸待機してました。寒いよ。武道館だし、ついに初参戦となるか、が、ダメ。とてつもないアクセスをさばききれなかったのか、まともにアクセスすることもできず、気がつくと販売終了の文字が。これは金欠のため先行販売チケット入りの DVD を買わなかった罰なのでしょうか。それにしても2万人近いスタッフ席がある、あ、そんなにあったっけ。武道館すら一瞬とは2倍ですね。ひだまらはすごいですね。というわけで、チケットを勝ち取った皆さんはお留守番しているひだまらのためにも全力で楽しんできてください。というわけでのしだそうです。そっかー。そんなに早いうちに売り切れちゃったみたいです。すごいねー。ありがてーなー。これ本当にみんな来るの？いや、いや、未だに疑ってて申し訳ないんですけど、いやー、そのくらい信じられない。嬉しい。嬉しいよねー。ひだまらーで武道館が埋め尽くされるわけですよ。ひだまりまみれですね。ひだまみれ。ひだまみれ。ひだまみれ。超ひだまみれです。超ひだまみれ。タイトル変わりました。ひだまみれ。ぜひお越しいただける皆様は、全力で楽しんでくださいね。そうだね。来られない方々の分も、そして私たちは全力で頑張ります。うんうんうん。出演者も一度。でも2万人は来ないよ。そうだね。ちょっと勘違いしちゃったかな。そうですね。うんうん、2日、2 days とかそういうことでもないのでね。2 days やればいい。1回きりです。そうですね。やれたかも。うん、やれたよね、きっとね。さすがに、さすがにです。こんな感じの報告メールがね、たくさん来ておりました。ありがたいもんだね。うん、ありがてえ、ありがてえ、うん。女子メール、この機会に読もうか、うん。今までも結構ありましたけど、まだ来てるん。本当に多いみたいです、女子。うん、アニメファンなひだまりスケッチさん、こちらは、女性11歳。11歳って小学生じゃない？ですね、ですね。ふわぁ。私はこの年でアニメオタクになるんじゃないかと心配されるほどのアニメファンです。小学生ならまだいいよ、アニメ。そうですよね。全然いいよ。本当だ。うんうんうん。何も間違ってない。うん、私はもともと日常系のアニメが好きだったので、この作品を見つけて、やっと見つけたと思いました。うん、今度は原作も買ってみたいと思います。うんうんうん、いいじゃない、いいじゃない。いいよ、いいよ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかもう、ね、わからない。
例えばさ、その、はい、こう、なんつったらいいの？すごいテンパってる。普通に、子供の頃ってみんなアニメとか特撮とか好きでしょ？見ますね。通りますよね。で、通ってそれを卒業する人としない人がいるわけじゃん。うんうんうん。普通にじゃあ卒業する人の平均年齢っていつぐらいなの？やっぱ中学ぐらいじゃないですかね。だよね。確か。ちょっと私は卒業できなかったタイプなので。私もです。普通の感じがわかんないけど。きっと中学校とか上がって部活とかやりだして、うんうん、なんか時間もなかったりとか、ドラマの方が楽しいし、みたいな感じの大人ぶるやつが出てきて。それが中学校なんだ。じゃないですかね。小学校までは全然、でも5、6年とかの時は、ちょっと恥ずかしいと思ってたかもな。あ、本当？なんか、私は思ってなかったんですけど、友達が、なんかのきっかけでふとアニメの話をして、実は見てるみたいなことを言って、うん、実はみたいな感じだった覚えがあります。へぇー。その辺ですかね。そうなんじゃ、全然まだまだ大丈夫だよ。ねえ、うんうん、やっと見つけてくれたんだから。そうだよ、どっぷりハマってよ。そうです。自信持って。うん。素敵なアニメオタクになってください。うん。はい。では続きまして、こちら15歳。女性。おぉ。いろんな年齢層いるね。つくね団子さんからです。ひだまりスケッチハニカムもついに終わってしまいました。今回もひだまり層のみんなが可愛くて面白かったです。うん、私は今、中3で受験生です。そっか、そうだよな。以前に、このラジオはすごくご利益があると聞いたので、あすみさん&ゲストさん、ひだまりキャラの声で応援してください。それをパワーにして頑張ります。ちなみに私の名前にはサエさんと同じ漢字が一文字入っています。一番好きなのもサエさんです。残念、サエさんはいませんので、いません、応援できません。サエさんはどんな感じで喋るの？え、サエさんはゆうのようこさんにはたかれるな。そうだね。そうですね。でも私もサエさん大好きだぞ。サエさん素敵だよね。ちょっとかっこいい。そうですね。そう。かっこいいのにちょっと乙女なところがいいよね。うんうんうん、でも応援してるんだよ。ただね、このラジオやっちゃってるとなかなか言うのに戻れないんだ。突然はね、ちょっとね。だから、そこら辺はご了承ください。そうですね。そうなんです。はい。私はちょっと呪いにかかってるんです。呪い？いう呪いに。何このラジオ中は。なんか、ラジオパーソナリティ。の呪いわかんないです。確かに。ひだまりラジオの呪いかな。ひだまり。きっとそうだな。他の番組じゃそんなことないから。そうなの？そうなんです。ご利益あるって言ってるのに。あ、ご利益はあります。ただ聞いときゃいいんです。そうかそうか、これです、そうです。受験もうまくいくよと。キャラクターたちもきっと応援してることだろうと思います。そうだね。本当に、うんうん、本当頑張ってください。頑張ってね。私たちはもう、そんな頃を過ぎて久しいですけども。大変でしょうが、頑張ってください。大変だと思うよ。もうすぐ春です。さあ、ご利益メール呼ばないけど、あ、もう最近はね、たくさん来てるんですけど、読まなくなったぐらい、異常な数来てます。え、何？どんなご利益があるの？なんか試験に合格したよ、とか。うんうんうん。なんか本当にたくさん、いろいろです。弁護士のなんかとか、いろんな人、万能です。もう何にでも聞きます、このラジオ。すごい、でも出てる人にはさ、あんまりご利益ないじゃん。はい、私の知る限り、松木さんは、はい、ずっと結婚したいって言ってるのに、夢叶ってないもん。もうそこじゃなかったんじゃないですかね。ここは違うの？松木さんの猫と幸せに暮らしたいという望みが叶えられた。あ、先月結婚してたんだ。あ、そうです。あと、その、先月は結婚して子供さん二人いるという松木さんが来てくれたんですけど。そうなんだ。それも、ある種のご利益だったのかもしれませんね。そっか、不思議だね。妄想も。あ、妄想じゃない。いいです。トゥルールートです。あくまでトゥルールートなるほど。台本がカサーって。松木さんの呪いだな。そうだな。呪わないでください。うん。そんな感じでメールたくさん、今回は女子多めで読ませていただきました。メールでした。ひだまりラジオハニカム。ハニカム
面白い。うん。どれマリポッポ。言えてないし、お口の中がね、アップルパイでいっぱいになってるから。ああ、美味しい。美味しいですね。美味しいですね。ゆるいですね。そんなコーナーです。違うよね。テーマに沿った6文字の言葉を紹介していく、SIB コーナーです。Let's say. SIB。SIB。SIB。Yes! 今回、全然わかんないよ。ねえ、教えて優しく教えて。そうだった、教えてあげる役割だった、私。SIB っていうのはですね、シンプルイズベストです。ああ、うん、そんだけです。SIB。SIB。SIB。Yes! 今回、教師、先生が言いそうな6文字を募集いたしました。うん。相変わらず、やっぱりね、こう、言いそうなっていうことでいくとネタの被りは多くはなります。そうだよね、制限あるしね、6文字っていう。はい。そういったネタ被りの場合は、早く送った方が優先されがち。早いもん勝ちです。あれでしょ、あの、メール上からチェックしていくから、みたいなことでしょ。そう、違うよ。ちょっと、こういう場合は。日付か。ああ、日付で。なるほど。なので、投稿はぜひお早めに。思いついたら、すぐ送ってね。うん、うん。じゃあ、紹介していきましょう。ラジオネーム、ガルマエガーさんからです。と、思うだろ。シャキーンって。え？生徒が引っ掛けにママと引っ掛かって先生が調子に乗っちゃったよ。こっからの断線が長いんだよな。ああ、いたかもそういう。あと思うだろ？ただこれは、みたいな説明の仕方をするタイプ。ああ、なんかさ、社会の先生とかに多い気がする。ああ、わかります。なんでしょうね。なんだろうね。はあ。いたんだろうな、きっとそういう人が。社会の先生なイメージです。うんうんうん。理屈っぽいんだよな。あ、いけない。なんかね、イメージがね。わあ、ちょっと、うんうん、でも、わかります。わかります。しかも、社会とかそういう歴史ものとか、うんうんうん、好きな男性って、基本理屈っぽい。そうなの、もうちょっと、有沢さん、美術とかさ、もう、命も美術とかさ、はいはい、もう使っちゃって理屈っていうか芸術だからさ。はい。そうなんですね。理屈わかんないんだな。私もちょっと理屈、理屈よくわかる。シュシュシュ。と思うだろ。そして続きまして、こちら。ラジオネーム、コンコルド人間略してさんからです。バナナは、飯。おー。漫画とかでよくあるバナナはおやつになりますかという質問の答えで言いそうだと思いました。吉野家先生は言いそうにないですけど。そもそもバナナは飯じゃねえし。ね。そうですね。どっちかっていうと、でもおやつでもない。え？ない。デザートです、デザート。デザートだから、おやつにはなりませんよね。ならないですよ。飯っていう先生はちょっとアホです。ねえ、まあでも朝食って言われたらまあ、朝食は。朝食にはなる。そうですね。流行りましたもんね。流行った。朝バナナダイエット。ミノさんの頃でしたっけ？あ、そうだ！なんかね。買えなかった時期あったもん。ありましたよね。あったあったあった。全国からバナナが消え去る事件が。あります。そっか。それを考えると飯なのかな。飯か。先生ごめん。ごめん。先生はアホじゃないよ。飯だったわ。飯だわ。ラジオネーム、リア十さんからです。うん。おませさんね。これ何？何これ？保健の先生だ！あー、イメージ的にはね。そうですね。言いそうなですから、これとっても合ってると思います。おませさんね。言うかどうかはさておき。うん。おませさんねっていうやつ。こんな先生欲しかったな。からの、ジョニー P さんからです。うん。ここではダメ。これもそのエロいあれですよね。エロいって言った。エロい方向のあれですね。あ、じゃあこれも続きましていきましょう。ラジオネーム、愛されるより愛したいさんから。うん。じゃ、放課後。え、何エロいシリーズなのここ。ですね。これ新任の美人女教師っていう風に書いてありますね。これ家庭教師でも燃えるね。ああ、
家庭教師の先生か。うんうん、そうですね。いいよね。おませさんねだったり。はあはあ、ここではダメ。下にお父さんとお母さんが。ブレイこれひだまり。ブレイダメだ。ごめんなさい。ひだまりであるまじき、あるまじき流れです。そうだった。ふめすがむむってしますよ。そうだよね。あ、それかどうだろうな。乗ってくるかな。乗っちゃうのかな。もしかしたら。ふめす。それに。インスパイアされて何かイラストを描いてくれるかもしれません。うわー、それ楽しみなんていうふりを。あー、ひどいぞ。お前たちのせいだ。そうだそうだ。お前たちはアホだ続きまして先生って言うとそっちのイメージもあるんですね。うん、そうだね。助教師ってなるとなんかなぜかすごいエロい響きになりますよね。なんなんでしょうね。なんだろうね。ちょっとさ、胸が開いた感じの服でちょっとハイヒール履いて、うんうん、あれがエロいんじゃない、うん、あの、刺すやつ。あー、棒。棒。あの、ピーって伸びるやつですね。そう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 。カツン、ピー、カチーみたいな。こんなものもわからないのか怖いあれ貴様らみたいな。あれそれ、あれ助教師が。助教師そんな口ぶりなんですか。そうなの。でも、二人っきりになると、はぁ、超会いたかったー。やだい、そんな助教師は。ごめんね、きついこと言って、みたいな。その助教師、ない、いいじゃん、いいじゃん、燃えるんだよ。燃えます？はい、燃える。ちょっとこう。びっくりして、イヤホンも外れた。びっくりどこにびっくりしてびっくりして。いろんな助教師がいるな。いるね。みんな気をつけて。じゃあ、続きまして、ラジオネーム、ジーンさんでいいのかな？ゲネさん。どっちかです。試したのだこれは、よく間違いを認めない教師とかいますよね、っていうこと。試した。間違った時に、誤字とかあった時に、それは君たちを試したんだみたいな。ね、ちょっと苦し紛れのやつ言う。ちょっと可愛いね。そうですね。うん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 。続きまして参りましょう。ラジオネームバンテリンさんからです。面をあげい殿そうなりますよね、うん。古典の先生、過去おっさんがよく使っていたワードです。バンテリンさんの古典の先生が、面をあげいって言ってた。面をあげそうですね。つ、う、ら、ん、って言われました。じゃあ続きまして、ラジオネーム、CR 花の刑事さんからです。うん、沈まられいこれ同じ先生かと思いきや、うん、日本史の先生の口癖だったそうですよ。沈まられい沈まられいっていうのは、それは、敬語沈まられよ。でも、命令口調。難しいですね。難しい。沈まれじゃないんですね。沈まられよっていうことですよね。そういうことだね。何どっちなんこれは。不思議。不思議、いろんな先生が。この流れちょっと、不思議なんですけど、こちらはラジオネーム、本名がネタっぽいさんからです。うん。愚か者が。なんなの？中二病の先生多いのかな？これ中二なんでしょうか？こちらはですね、僕が通っていた高校のご隠居先生の口癖でした。まずこのご隠居先生が何なんだ？先生の質問に答えられないとつぶやきます。この口癖が僕の高校でブームになり、ある時は学年の半分くらいが愚か者になってしまいました。そっか、質問に答えられないとこう言ってくれるんですもんね。うわ、もうちょっと楽しいね、その授業。ちょっとニヤッとしちゃいますよね。わざと間違えたくなっちゃう。言われたっつって。ね。で、続きまして、こちら、ラジオネーム、ふようさんからです。うん、ゆとりどもが。昨今の教育に50代くらいの先生がついつい口走ってしまった一言です。ゆとりどもが。ああ。ゆとりどもが。これでも一番言っちゃいけないよね。先生はね。先生が。先生は言っちゃいけないやつでした。そうですね。ゆとりどもが。ちなみに、このひだまりスケッチの現場のゆとり代表はおみんちゅです。うん、すごいゆとり発言をするんですか？存在そのものがゆとりだ。逆に言うと、癒しですね。そうですね。もう、突き抜けてるんで。なんていうか、ゆとりならではの余裕感というか、マイペース感というのはとっても私素敵だと思います。なるほどね。
お兄ちゃんはたまに人をゴミを見る目で見てきます。どういうこと？え、どういうこと？なんだろう、それすらも彼女のあの別に悪いところじゃなく、なんていう、そういうやつです。うわー、ちょっとまだ見られたことないから、いつか見てもらいたい。あ、でももしかしたら人は選んでるのかもしれない。悲しいこと言うなよ。ちなみに私はコメンタリー撮ってる時にそんな感じになってましたけど。でも、撫でられるんです。なぜかこう、すごい普通に喋ってる時に突然頭撫で出すんですよ、ね。そういうゆとり感がいいよね、おみんちゅ。続きまして、ラジオネーム、てるるさんです。うん。おー、ゴリラか。どうした、どうした。これは、ちょっとこれは、動物園の先生かって話ですよね。これは、この流れがちょっとありまして、はい、今まで強そうな6文字だったり、なんか、そんな6文字いろいろ募集してきたんですけど、はいはい、その中でのゴリラの、なんか、破壊力が、ちょっと評価されてしまっておりまして。なるほど。ゴリラって言っときゃ面白いぜ、みたいな。この、まあ、どっちかっていうと失敗例。ちょっと気づいてたけど言わなかったのに。先生の場合はなかなかゴリラはハマりにくかったね。そうだね。こういうのもちょっとずつ学んでいこうね。そうだね。でもガッツはいいと思うよ。うん、そうですね。うん。あえてこう突っ込んできたガッツは認めよう。うん。だが、次からはないぞ。先生厳しい。私も先生のようになってしまいました。ゆとりどもが。愚か者が。愚か者。コンボで使うとまずいですね、これ。そうですね。そして続きまして、ラジオネーム、ヤンクミさんからです。よーし、行く。おい、お前ら。努力の後を見られたよ。いいですか。頑張った、頑張った。おい。お里さんがちょっと笑ってるということは、これいけたのかな、うん、いい感じなんじゃない。いい感じなんですかね。え、もしかして、はい、今まで、はい、仲間由紀恵さんのモノマネを、はい、なりわいとして生きてきたの。え、あ、割とそうでした。嘘です。いや、素晴らしかったな。でもちょっと本当ですか、うん、え、バートリーに加えるのかどうかですか。え、いや、もう加えましょう。他にはどのぐらいあるんですか。まあ、いろいろやれます。いろいろやれます。さすがだな、レパートリー。じゃあさ、はい、やっぱ最近流行ってる、はい、ローラとかドアラ。違うよね。流行ってるっけ。ドアラ喋ったっけ。ドアラなんて喋ろうかなってとこまで今考えました。ローラです、ローラ。あ、ローラ、うん、ローラ、ローラ、うんうん。オッケー。あれ、仲間由紀恵さんとコラボレーションしたよ、ローラが。そうです。あと、あれやってほしい。え、今年ブレイクした、まさかのノリ、金太郎さんがよくやる、前田敦子ちゃん。金太郎さん。あー、うん、見たことあるぞー。あれやってほしい。あっちゃんやって、あっちゃんやって。全然、なんて言ってたっけ。え、け、べ、う、の、ご、と、わし、しら、き、嫌い、違う、あれ、今、AKB ファンを敵に回す。本当だ、違う、違う。今、聞いたとこ、最悪のところで今、文章を切りました。フライングゲット。よし。完璧ですね。それです。これ、ジェスチャー伝わんない。はぁ、あれ、これ、何のコーナーでしたっけ。SIB です。私、とっても疲れました。あれ、次回は、武道館直前です、うん。なので、スケールの大きそうな6文字を募集いたします。武道館大きいからね、スケールが大きそうな6文字。スケールがでかい言葉とはどういうことかですよ。6文字で表現してみてください。うん、そして皆さんが送るようなネタは読まれにくいので、早い方がね、優先されちゃう。もうダメだ。破壊力抜群だったね。どうしたよ。お前ら、個性あふれる、渾身の、ほう、ヒーだ、ほっほう。ハニカムズのコーナーでした。日だまりランキング。皆さんが見つけた日だまりメンバーが誰か一人でも入っているランキングを紹介するコーナーです。ちょっとね、さっきモノマネしすぎたんで、はい、このコーナーサクッといきます。サ
クッとね。そうです、すいません、今回ちょっとモノマネがメインでした、このラジオ無茶ぶりしてしまってすいません、答えてくれてありがとう。中原すがわからないことは全部私が答えていくんです。何でもやりましょう。じゃあこのコーナーをサクッといきましょうか。そうですね、はい、ランキングはサクッとです。じゃあこれ一緒に中原すもランキング何のランキングなのかというのを考えてみてくださいね。はい、わかりました。ではこちら、うん、ラジオネームひーらしゅんさんからです、うん、1位ゆの、2位みやこ、3位ヒロ、サエ。1、2、3位をこの4人が独占しましたね。1位ユノ。あ、でもこれは分かりやすいですね。日だまりスケッチの中で考えていただければ。1位ユノ、うん、ユノがダントツでしょうね、うん、で2位ミヤコなんだね。ミヤコそんなにだっけ。で3位ヒロ、サエということで、こちらアニメに出てくるシーンのランキング、うんうん、お風呂入ってるランキング。正解、イエス。そうです、アニメ1期から4期までのお風呂シーンを数えました。ユノ、うん、62回入ってんな。そんなにか。ミヤコ13回。そんなにか。ヒロサエで8回だそうです。回数に関しましては合ってるかもしれないし間違っているかもしれません。でも大体このくらいってことですよね。すごい、ユノのお風呂入り率が半端ないね。ねえ、ま、前はね、終わりで入っているから、確かに4期まで4クール分って数えるとそのくらいいっちゃうのか。へー、ありがとうございます、わざわざ数えてくれて。これは分かりやすいランキングだった、うんうん、続きまして、じゃあラジオネームオンドゥルボシのさんからです。どうも。203位、神の湯の様、正の湯のみか。103位、影の都、闇の下か。1位、ナズナ、よく浮くよナズナ。独創性あふれるランキングですね。はい、怪文書。正解。ごめん、怪文書だな。あ、そっか、間違えた。怪文書だと、あの、怪しい方の文書になってしまうので。怪文、怪文。怪文です。そうです。書いらなかったです。怪文。ひだまり荘のうまい怪文ランキングってこれ自分で言っちゃいましたね。でも、1位、なずな、よく浮くよ、なずな。の他は103位と203位だから、まあ、謙虚っちゃ謙虚なのかな。そうだね。影の都、闇の下か。もうちょっと面白いですけど、私。そうだね、もうちょっと上でもよかったんじゃないかな。203位はちょっと、ない。神の湯の様、正の湯のみか。でも、文字の多さで言ったらこれもすごいですよね。よく考えるよね。すごいね。よく考えたランキングでした。うん、続きまして、ラジオネーム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 、ゴッチョ2位、ノリ4位、花輪薫410位、スティーブン・セガール、ランキング、じとめが可愛いといえばランキング、さんからでーす。え、あ、そういうことか。これもう答え出たよね、今。しかも、ちゃんと本文のところに、2位、ノリ4位、花輪薫410位、スティーブン・セガール。ランキングは、じとめが可愛いといえばランキングって書いてありますね。なんと。ラジオネームはゴッチョさんみたいです。ゴッチョ2位じゃなくてですね。ちょっとわかりやすかったかな。まだまだランキングお待ちしております。ひだまりランキングでした。ひだまりラジオ、ハニカム。ひだまり荘の獣人。ユノちゃんたちが住むひだまり荘には個性的な人たちが住んでいます。そんな皆さんの周りの獣がごとくひだまりな人たちを紹介するコーナーです。中原氏の周りに自由な人たちがいたことはありますか、うん、例えば鎌を持って追いかけてくるおじいさん。いないね。そっか、足の色を聞いてくるおじいさん。あ、おじさんか。まあ、基本、おじいさんか、うんうん、おじさんが多めかな、おばさんもたまにいるかなって感じですね。あ、その世代。世代です。獣人世代。
獣人世代、はい、なるほどね。そんなお便りをご紹介していきます。なるほど。私周りにはそういう人たちあんまいないかもしれない。ああ、子供の頃町にいたかな。子供の頃チョコレートくれるおばあちゃんがいたな。それ大阪の人？あ、違う。アメちゃんとかじゃない。アメちゃんとかじゃなくて？ルックのチョコレートくれるおばあちゃんがいたな。優しい、うん。でも全然そいつは上手。そいつ呼ばわり。さあ、続きまして、続きましてじゃないわ。ああ、もう一人目の獣人扱いしちゃったし。おばあちゃんごめん。チョコレートありがとう。あの時はありがとう。優しかったね。こちらラジオネーム丸海さんからです。ありがとうございます、うん、今回私が紹介させていただくのは送り人という方です、うん、送り人は主に夕方に出没し、家まで送ってくよと近くにいる人を車で家まで送ってくれようとするとても親切な獣人です。私も小学生の頃に遭遇したことがありますが、その時は家がすぐ目の前だったので、ここ僕の家と答えるとにこやかな顔をして発火のキャンディーをくれました。すぐ隣にいた友達にも送ってくよと誘っていましたが、彼も家が近く嫌と言うとコーラのキャンディーをくれました。他にも老人や若い女性、時には酔っ払いやヤンキーを誘っている姿なんかも見たことがあります。仕事に疲れた夕方の帰り道に家まで、しかも車で送っていこうとするなんて、なんて優しい人なんでしょう。ふーん、優しい。まさかの全力。子供の頃いた、確かに近所に。なんか、うん、田舎だったから、はい、もうなんか町内みんな顔見知りみたいな感じだったから、はい、なんか知らない、うん、まあ、知らないっていうか、誰々くんのお母さんが車で通りかかった時に、うんうん、乗ってくってよく言ってくれてたな、いろんな人が。ああ、田舎の方、私も田舎なんですけど、うんうん、車ないと移動できないですもんね。そうなんだよね。それはわかります。でも、通学路ね、この送り人は、送り人についてったら、どこに、お家に、うん、ふーん。そのキャンディー持ち歩いてんのは、その断られた時用なんですかね。優しいよね。趣味かな？趣味だな。趣味だね。こうなるともう趣味だろうな。車運転したいんだね。そうですね、ボランティア精神かな、うんうん、続きましてラジオネームブルーノさんです。ある日ちょっと出かけようと思って歩いていると、前からハーモニカをぶら下げた長髪で目が危ないおじさんが来ましたすごい偏見じゃんそんなの途中までね、あのちゃんと見た目で書いてくれてたんですけど、突然主観が入りましたね気にしないように視線をそらして歩いていたら、いきなり近づいてきて、満足してるかと尋ねてきました僕はびっくりしたので、とりあえずはいと答えたら、そうかと言ってフラフラと歩いてどこかに行ってしまいました。自分の家に来た宅配のお兄さんが、なんとその満足おじさんと知り合いらしく、満足おじさんは町内をパトロールしながら、その町に住んでいる人に満足してるかとコミュニケーションを取ることと、公園で子供たちにハーモニカの演奏をすることが日課らしいです。その満足おじさんには他に仲間がいて、その仲間と一緒に夜パトロールしているらしいのですまだ見たことないのでどんな人か気になります。めっちゃいい人じゃん。目つき悪いけど目は危ないけど、うん、満足しているのかお前はと、そういう問いかけを常に街の人たちにして歩いている。そして子供たちにはハーモニカの演奏をしてあげる。そこはまああれ、うん、砂吹きですよね。そうだよね。砂、うん、これ満足してないって答えたら何してくれるの？なあ、どうなんだろう。満足させてくれるんじゃない？方法はちょっとわからないですけども。わかんないけど。そうですね。聞くからにはもしかしたら、うん、だって満足してるっていう風に答えたらそうかって。おじさんが満足しちゃうわけだからそうだね。そうですね、満足させてくれるのかな。それかハーモニカをおもむろに持ってこう何かしてくれるのかもしれないですね。あー優しいねいい獣人ばっかりだ。まあ鳥王によってはいい獣人ばっかりですかね、ラジオネーム空飛ぶエイさん、こちらも18歳の女性です。あら、今回はあるダンディーな獣人を紹介したいと思います、うん、ダンディーな獣人。テニスの試合のため某
TKTY 線に乗って京駅で降りた時、あるおじさんとぶつかってしまいました、すかさずごめんなさいと謝り、そのおじさんを見てみるとまるで絵に描いたようなダンディーなおじさまでした、焦げ茶色のスーツと帽子に真っ白な髪とガイゼルヒゲ、右手には四角いカバン、とてもかっこよく思わず見とれてしまったのですが、よく見てみると左手にはどこか見覚えのある女の子の絵が描かれた本が、なんとユノッチが表紙の漫画タイムキラルキャラットが、しかも開いていたページがひなまりスケッチではないですか。私は思わずあーっと声を漏らすと、なんだねこれを知っているのかい、知っているのかね、読むかね、読むかねとぐいぐい来るので私はいえすみません急いでるのでとそそくさとその場を後にすると、おじさまが後ろから早歩きで追いかけてきました。その風貌たるやまさに某ラピュタ王さんとうり二つ。少し怖くなり発車直前の Y 線に乗り換えてテニス会場へと向かったのですが、振り向きざまに見たあのダンディーなおじさまのしょぼーんとした顔が今でも忘れられません。ものすごい剣幕だったのでこれは獣人ではと思い投稿したのですが、よくよく考えてみたらひだまらに悪い人はいないはずなので悪いことをしてしまったかもしれません。もし今度会ったらひだまりスケッチの魅力について語り合ってみたいですね。それではなしふーん。きっとこれ聞いてるよ、今。あ、ありえます。ね。そうですね。伝わったんじゃない？その、彼女の気持ち？あ、そうですね、こういう気持ちだったので、ちょっと、お断りしました、みたいなことがきっと伝わったはずです。へぇ。そして後悔してることもね。そうですよね。次会ったら語り合えるよ、二人は。東急東横線、東急東横線ですよ。あ、本当だ。東急東横線に乗ったらきっとまた会えますね。会えます会えます。 TKT 横線のすぐわかりますケーキでぜひ、今日の獣人たちは本当に皆さんオールブルーです。オールブルー、なんと爽やかな響き。ハウムみたいなことですか？違います怒りが静まったやつじゃないの？あー、そういう発想優しくない。あ、いやいやいや、アスミスが優しくない。そういう発想の感じでも全然ありだと思いますけど違いますね。違いましたね。は、そんなわけで皆さんの周りの個性あふれる日だまりな人たち教えてくださいね。日だまりさんの獣人でした。すごい喋ってたね。そうでしょ。びっくりした。宣言通り、はい、1時間どころじゃなくてすいませんそうですよね、ラジオ1本入りますって事務所から連絡が来て、1時間以上撮ることを考えないですよね。そうなの、私きっとここちょっと開くから、みたいなこの後みたいな考えてたんだけど、はい、お買い物行く時間ないわあーごめんなさい、あーほんとすいません、全然85分だってよ。だってそうなんです、毎回そのくらいですもうほんと通常通り。いやすごい、でも楽しかった。本当ですか、それは何よりです。いやその思い出を持ち帰っていただいて、お買い物はまた今度、そうだね、また今度にするしこの思い出だけで私は武道館に心だけ飛べるよ、はい、あ、いや、まだちょっとわかん、どうなんです、飛んできてください飛んでいきます。はい、なわけで中原須さんありがとうございました。スミスさんどうもでした。番組にメールください。私すごい目で見てたけど、まっすぐな目で、はい、わかりました。じゃあ今日から私も立派なひだまらとしておーメールを出させていただきます。絶対ですよ。じゃあ獣人探しとくね。はあ、ぜひ。うんうん、これね、マジでガチでみんなくれてるんです。あ、ほんとに。うん顔がすごい、ま、なんだ、真顔だったけど、分かった、探すよ、私。え、探す、あ、ぜひ、あ、本当ですか？で、メールする。すいません、お買い物の時間も取っちゃった上に、メールの時間も割いてくださるなんて。え、なんなの、この、周りをすごいさ、はい、攻めに攻めて攻めて攻めて、もうそこしか生きようがなくなった後にフォローするみたいな。そこは最後の良心。
じゃあ、あの中原さんのメールお持ちしたはい、送ります。はい、そして次回はひだ祭り直前、うーん、3月3日はひだ祭り、ひだまみれだったっけそういうやつ。なるほど。ぜひぜひ来てくださる皆様、全力で臨んでください。でもなんか武道するとか言うからって変な武装とかしてきて入り口で止められるのはやめてくださいよろしくお願いします。お願いします。お相手はゆな役のあすみかなと有沢先輩役の中原舞でした。あ、ひだまり、あ、ひだまり、ひだまりラジオはにかこれ読んでましたっけ。読んでた読んでた。ひだまりラジオハニカムは、ひだまり荘管理組合、ランティスの提供でお送りいたしました。そっかそっか。また来月、ということで、あ、ひだまりスケッチハニカムのブルーレイ&DVD 第2巻のオーディオコメンタリーのお話をちょっとさせていただきたい。もう出てるんですよね、2巻ね。その2巻のオーディオコメンタリーで、アニメオリジナルの夏休み終わろうを書いたのは一体誰なんだというお話をしたんです。うんうん、あれすごい秀逸な、なんかデザインでしたねみたいな。あ、そう、パッケージ、第2巻のパッケージにもうっすら描かれているこの夏休み終わろうという、うわー、うわー、ゆのっちが生み出したオリジナルキャラクターなんですけど、すごい、さすがね、美術なだけあって、はい、斬新、ね、うん、はい、それを書いたのは、うん、実はなんとアニメスタッフさんではなく、うん、梅先生ご本人でございました。そうなんです。なんかアニメのスタッフさんの中で、あのコンペが行われたよみたいな話を、そういう風に堂々としてしまってるんですけども、あらあら、あのこの間たい焼きを持ってたウメスに確認したところ、うん、え、あれ私書きましたみたいな反応どっかしらかで話が食い違っておりました。なるほどな。でもウメスが言うから間違いない。そうだよ、書いた本人だもんね。そうなんです、うん、ということでここで訂正させていただきました。ここ